回して回してカメラ。そのとんでもない方とシャーベットさん、自分もね、シャーベットさんと毛ガニおじさん、あとこうちゃんさんも、みんなバス釣り YouTuber じゃないですか。ボイルしてた？めちゃくちゃ。じゃあいるのはいるね。バスが食ってました普通に。もわーって出てきた。ちょっとじゃあ静かに行って、ちょっとやろうやろう。今で。こうちゃんさん、これ状況どんな感じなんですか？水は別に悪くない感じですよね。はい。水は。お三階にしては綺麗ですね。はいはい、そうなんですよ。あとはタイミング次第って感じですか。水が少ないです。あ、これはちょっとギャニオさん見せてください、腕を子供たちに。いや、2キャストぐらい。こちゃん反応どう？なんか今当たりましたよ。マジで？はい、いるかもしれないです。弟投げて投げて、こうちゃん50アップ50アップ投げて。その赤白のポールのちょっと今投げていい？いい、今多分50近くある。デカバ取った。今のところもうちょっと左だ。静かに静かに。今の濃いじゃない。今なんか食われたね、捕食したね。ゴバッチ来たり。皆さんこの手のね、巻き方とか、いや、かっこいいね。ナイス。あ、でもあの橋の下とかでシャーベットさん釣ってませんでした？あ、なんか見たことがある。橋の下を通して向こうへ投げたんで。はいはい、ね、水深まずね。何？ジャカゴって言うんですか？教えてください。これ映してください。このそうビクトリー食ったかと思ったの。こっちは投げろ。あの角から、角、ブラックバスが、ブラックバスが食ってる。ルアー変えたん？コーデンのショット。あ、コーデンの。やっぱりあのあれにそっくりなんだ。ちょっと釣れそうだね、これね。皆さん、今ね、ちょっとこうちゃんの竿を使って投げさせてもらってるんですけど、ステラがいいっすね。ステラいいっすか？今、あそこの際を、はい、ミドストやってるんですね。お、はいはい。これは一応、村上春子さんのスパテラかな。はい、はい、そうですね。のジグヘッド。はい。で、これ何グラムですか？1.3 ですね。で、今、あの際を、はい。一回そこに落として、はい。沈めて、トン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 からの、上下からのミドストドンドンで、バカンっていうイメージ。はい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 。食わんですね。さっきだって人が散々入ってたから。確かに。ちょっとやっぱ擦れてる。でも雰囲気はありますね。当たりがないかな。おー、ボイル。あそ、ボイルしよう。完全にボイルした。はい。あ、さあ、ちゃ、こちゃ、つって。ボイル。緊張感が、すいません、います。こちら今俺の体勢取ってこの腕からあれね、みんなこうやって釣るの気配で分かっちゃうから、寝っ転がる。こうやって寝っ転がったままこうやって、そうしないと俺の体の変化として、こうやってやらないと魚が、すごい。やっぱりここまでしなきゃダメなんですね。そう。その見えたら絶対釣れないよ。はいはい。特に足元一番に。はいはい。スタート。回してカメラ。すごい、まあ、すごい。よし、こうちゃん、ちょっともっと。すごい。グッタイ。
いすごいロットが地球ついちゃったこれが俺のもんになっちゃった切りますこうちゃんよかったわ今日楽しめたわ今の俺のさわざと寝がかりしたんだけど、はい、寝てするのよやっぱ寝がかりしちゃった食ったんだけど潜って寝がかっちゃった無理だわ今寝っ転がって釣ったのよこうちゃん見たよね見ました寝釣り寝転がって寝がかりただのあ寝がかり、うん、あ全く全く地球に行くまま飼っただけ あ、まあ、あるあるだよ、うん、釣れへんここ釣れとる今後はなあ多分今日一日だいぶこの辺さっきも人がいっぱいおったからな、はい、うん、はい健二さん今日はありがとうございましたいえいえまあお役に立ちませんでしたけども自分もあのバス釣り YouTuber に憧れてて、はい、今後ちょっと釣り YouTuber 頑張っていこうかなってああそうなんだ協力お願いしますああいえいえぜひぜひよろしくお願いします僕もまあ、力になるか分かりませんけどでど今、うん、伝説のバス釣りユニット、はい、うん、おじさん姉妹が新メンバーほうおさぼりーまんさんもしくは長男のケガニおじさん長男、はい、おさぼさん小太郎さんからの四男四男コリンコリンコーちゃんおじさん四姉妹だね、はい、じゃあこの場を借りて四姉妹結成っていうことだ、はい、じゃあちょっとあれやっとこうかせーのあれ何だったっけ要するにせーの頑張りますってあの昭和のノリのなじゃあちょっとそれやって終わろうあそうしようか、はいいやいやいや新メンバー加入の気持ちはどうですかこうちゃんさんいやもう光栄ですこんな豪華メンバーの中にいやいやもう自分はそれをカメラ回させてもらえるっていうねはい僕は長男の、ケガニおじさんおじさん4姉妹長男、長男の言うことは絶対ですそうですはいそうです、ね、はい、はい、もう縦社会なんで僕お兄ちゃんって呼んでるそうお兄ちゃんお兄ちゃんでお兄ちゃんですはい、はい、じゃあ最後にあれやりますかやりますかこういきますよ頑張りますっていうね。終わりだね。はい。せーの、どうぞ。頑張ります。ああ、恥ずかしいの。こうちゃんもう恥だね。これ一生残るよ。100年後の子供たちにバカにされる。はい、ゼロです。あ、ゼロです。やっぱりギャニオさん、やっぱりバス釣り YouTuber の人は撮影終わった後もこうやってまだ釣りっからね。もうやっぱり、ま、でこれで一匹でも釣っとったら、うん、ちょっとまああれかなって感じですまだ日が暮れるまで1時間あるねまだ明るいし、うん、じゃあ釣れるタイミングちょっとでもボサンガオは夜釣り禁止なんですよ、うん、だからもうちょいだね、はい、あと3、40分ちょっと打っていこうはい、打っていきます大江戸は夜釣りは大丈夫基本的にでも禁止だって家があるそうだよね民家が近くにあるそうそうだから俺も夜釣りはまあマナーで法律はないかもしれないけどあのまあまあ夜は迷惑うるさいとそうやめとこうねそれでね釣り禁止になったら困っちゃうんで、うん、それがこの五三王へのまあなんか暗黙のルールというか、はい、例えばこういう民家がないところでもダメなんですあもう釣りやめてゴミ拾いしようじゃゴミ拾い今日ゴミ拾いしましょういや1時間でもいいじゃん、はい、あそうだね積み重ねゴミがあった拾ってちょっとゴミやっていこうさすがお兄ちゃんあお兄ちゃん長男お兄ちゃんやっぱ見本になるなお兄ちゃんゴミ探して あれ白いのあーこれゴミお兄ちゃん危ないはいよなんでお兄ちゃんが全部拾ってくるのあったゴミがあっただから1日1時間でいいんだよね誰これ説教したいですよねこれあこういうこと今日だこれこれちょっと待ってこれは1週間以内だな、はい、こういうことマクドナルドにいやモスバーガーだモスバーガーもちょっと怒るよこれ誰ですかモスバーガーモスバーガーでアイスコーヒーはいこれ誰ですかいやこうちゃんじゃあ頼む持って帰ってゴミがね、はい、あケガニおじさんあそこなんかあるぞ あるねあらあらちょっとゴミ拾いこれで動画一本撮れるから再生回数ゴサン川でゴミ拾いはいゴミやらない偽善よりやる偽善、はい、これ誰が言ったんだろうこれ芸能人が言ったんか芸能人か不倫は文化ですみたいな、はいあれ牛が純一じゃないああそうかあれ言ってないらしいであの週刊誌の捏造だって捏造言ってもないのに言ったよあれはこれ何これちょっとこれ何これなんすかこのピンクのエロいの何あこれはゴミじゃないわこれは工事のあそこにもピンクありますもんあ倒れちゃったなちょっとこれは、はい、ゴミがね、はい、もうあとタバコの吸い殻とかもあるからちょっと拾ってこう
駐車場とか小1時間でいい。いやだからその長時間なくても小1時間で暗くなるまで、はい、もうゴミ拾いして、はい、うん、ダメですよゴミ捨てたら、うん、ただこうちゃんね、はい、今ゴミより悪いあの水害、え、うん、水害やっぱりそれはそう大気汚染とか、はいはい、あれあのやっぱり企業がやっぱ大企業からそういう あくまで処理してあるんだけど、はいはいはい、まだちょっとね実は処理まだ甘いんじゃないかなって。だって水が汚いじゃん、はい、本当は透明だったんだ100年前。確かに濁っちゃった、まだね、はい、何がまだ焼けてる、ね、いっぱい釣り人おる、はい、誰ちょこうちゃん誰これちょっとこれ何これよくないな。いや あそこにもどこ。いやこれでさ、そうそうそう、いやまあこれで人間が病気にならないって僕言ってるんですよ、はいはい、だからこれをいちいち注意するつもりもないんですけど、はいはい、ただパッと見ない方がマナーですからね、はい、だからこういうことすると釣りが禁止になっちゃうんだよね、釣り場もね。とかやっぱ挨拶が重要かもな、はい、挨拶できない人多いじゃないですか。そうすると黙って歩いてるとその現地の方が怒ってると誤解するんですよね、はい、喧嘩売られたみたいな、はいはい、それで印象悪いから挨拶会釈軽い会釈。確かに挨拶されて気持ち悪い人いないですよね、うん、そうそう挨拶してくれたらあ敵がない、マナーがいいなと、はい、そうですね、うん、こんにちは。来たら1時間ゴミ拾いして帰ることにします。お、うん、やっぱそういう少しでもね、そうそうそうやると。じゃあ僕はゴミ持っとくんで釣りしてください。あ本当ですか、はい、すいません、はい、うん、こっちからないんですよ。あそうなの、はい、釣れそうな雰囲気はあるけど。こっちゃさんそれタモ網はやっぱりでかいのが釣れた時にバレるもんね。そうっすね、重要ですよね。重要ですね。俺もそれタモ網前忘れて、はい、あこのホテル前で55ぐらいのバラしちゃった、はい、あの動画見てないかもしれないけど、はい、1年ぐらい前かな、はい、足元でバレた。あのあれじゃないですか、シャットで。そう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 、抜こうとしたらバーンって55センチあれ55ぐらいあったから、ね、あれ網があったら取れてたね、はい、でも漁人さん、うん、網があっても、うん、多分抜きますよね。いやいや網があったら取るけどいやそんな見っこないそんな。そうですか。網があったらよかったな思って。やった、マジマジよし、ま、何この嘘つきおじさん、マジで最悪マジで来たかと思って。あれね、狼おじさんなんですよ今の動きちょっと俺も釣れたと思った、はあ、アカデミー。いや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 、うまい。いや、マジで釣れたかと思った。いやいや、今のドッキリじゃないですか。寝掛かりにクリした。そうでしょ、うん、あの辺は結構ね、結構慣れとるんだ本当に来たかと思う。アカデミー俳優。嘘つきおじさん。なんちゃっておじさん。マジで来たかと思った今。あの竿の曲がりくらいはもう40アップだ。回春おじさんとか言ってな。もう釣れないとなんか思ってきたらああいうこと。ちょっとドッキリやめて。もう今の叫んで場が荒れちゃったでも。やっぱ人がいなくなると活動するね。寝かかった。これはきついな。寝かかった。寝かかった。いやあ、ジャカゴ。ジャカゴ。いやあ、ギアニオシさん。きついな。向こうから取る。うん、取れるか。ジャカゴだときついかもな。言うね、ジャカゴって言って石をロープでくるんだのがあるんで、あそこにねクランクとか引っかかっちゃうとちょっと取りづらいかな。うん。いる？いますいます。ちょっとこうちゃん釣ったって。1匹ぐらいちょっと1匹ぐらい出したいですね。おしゃれ。あのちょっと動画長くなっちゃったんですけど、はい、昨日僕あのライブで、はい、その今インターネットでいじめがあって、あそのそれがうちのチャンネルでもついにあって、ついに怒ってしまいました。ケニオさん、
ちょっと昨日うちのチャンネルでトラブルがあって、あの人の悪口を言う、オレンジの犬っていう、うわ、それは悪名高き。でオレンジの犬って方が悪口言って、人の気分害してちょっとトラブルになってさ、昨日。例えばどんな悪口？いやだからその人の前では、何々さんみたいに言って、裏入ったらあいつクズじゃねみたいな。でそれでちょっとトラブルって、結局ねこうちゃんあの後対談して、はいはい、みんなで仲直りしちゃって。あ、仲直りしたの？青春漫画みたいな、はいはい、臭い感じで。臭い。うん、お互い気にしなくて握手して終わったみたいな。あ、はいはいはい、やっぱ陰口良くないですね。良くないですね。悪口と陰口は。やっぱりなんか裏切られた気分なんじゃないですかね。特に会ってる時に、こう友好的に言ってくれててさ、はいはい、僕もだからそのオレンジの犬にやられたんですよ。魚神さん魚神さんっつって、はいはい、おーって言ってたら、裏入ったら別チャンネルで、はい、あいつってクズじゃねみたいな。これはよくない。びっくりして、で僕はそこで逃げなかったんですよ。直接会いに行って文句言って、はいはい、それで激論して、はい、じゃあもうこういうことやめようねみたいな、はいはい、陰口ばっかり良くないってことでお互い納得して、うん、話し合って解決しました、はい、やめてくれよって。やっぱりどうなんですか、 SNS での出会いはやっぱりそういうのはつきものなんですかね。まあ誤解でね、ちょっとそういういざこざはあるけど、はい、まあパピオンも謝ってくれたし、あ、うん、あ、なんかパピオンってなんか、でもパピオンさん、謝るならもうやるなよって話、ああ今ライバル意識出ましたね、はい、ライバル今ね、ヒャニさんこうちゃんの、ね、永遠のライバル、パピオンさんが、うん、オレンジパピオンと敵対視してる。お互いさ、うん、笑顔で嫌味を言い合う関係。顔笑顔なんだけど、お互い嫌味をね言い合うっていう、なんか微妙なね。はい。はい。人間できない関係。最近昨日のライブだね、吉田健康さんとパピオンがそれやってた。あ、そう。お互いなんか笑顔で嫌味をね。じゃあ吉田さんは賢いんですよ。うん、ああ、そうなんだ。褒めてる。表面上はめちゃくちゃ褒めてるんですよ。うん。でも。内心はめちゃくちゃけなしてるんです。あ、そうなんだ。それ吉田さんのあのイケボで、あ、でパピオンもそれに、はい、パピオンは結構真っ正直にね、そう、うん、結構。でもパピオンさんのダメなところは、自分は悪者を演じてるっていう、あ、悪いのに、はい、だから自分が盗んでるのに盗んでないっていう、元は、はは、いかいか、ごめんなさい、これ悪口になる。そう、悪口はダメだし、うん、あのね、ライバルなんですよ、こうちゃん。これはなんか、高橋義君のそのコミュニティで、こうちゃんが結構、意外に喧嘩っぱやくて、こうちゃんが。これはね、チャンネルの中で人間関係がない、複雑な。複雑。僕、喧嘩っぱやくないですか。いや、喧嘩で。だから、オレンジの犬と仲がいいから喧嘩するってね。ライバルだから。言葉の言い合いみたいな。そう。そういう風なんだ。でも、今思うと、オレンジのパピオンさんが、一番誰にでも突っかかりますよ。そうかな。あ、突っかかっとる。さっきそういえばあそこに筋肉ムキムキのおったけど、あれゴーストドッグ侍と筋肉ムキムキの人があそこで裸で腕立てしょったやん。アンカーズパークで上半身裸でいたんですよ。プロレスラーみたいな人が腕立てしょったから、で、うちのその視聴者の人なんだよ。でもちょっと人違いだったなと思って、はい、声かけれなかった。だったらちょっと あれだなと思って話しかけなかったんですけど、そうでもなんかもうみんなに見せびらかすように、こういう風に吹いてましたからと。でそれ多分ゴーストドッグさんだな。ゴーストドッグサムライドット JP、 わかんないけど、経営があのゴーストドッグさんはちょっと危ないの。危ないの。だいぶ危ない。筋肉が、はい、筋肉も危ない。思考も筋肉思考も危ない。大好きなコーデのシャット見当たりしてロストしてしまいました。あ、ジャカゴに引っかかっちゃった。そうだ、ちょっとキャンさんジャカゴの説明してくれ。これを見てわかるけど、このでっかいジャカゴ、うん、これがあることによってこの新しくできた肛が崩れないようにしてやるんで、はあ、そういう意味でこれをいっぱい引いたんで、これを専門用語でジャカゴって、ジャカゴって言うんだよね、はあ、これをやってこういう新しくできたやつを崩れないように、はあ、最近できたのかな、これ新しい。新しいから向こうは古いと思うんですよ、ジャカゴ入れるね。え、なんか釣れそうで釣れないね、ここ。そうだね。ということで今日ケガニオンさんありがとうございました。いろいろありましたけど、いや高橋君本当に、こうちゃんも本当にありがとうございます。ねえ、こうちゃんとの出会い、シャーベットヘアーさんも、はい、バス釣りってすごいですね。すごいよね。ねえ、バス釣りってご飯食えるんですよ。
増えますね、うん、これだけやっとけばいい。だから俺ね、キャニオンさ、うん、学校行くなっていう動画作ったの、これ知ってる、こうちゃん、ツイッターで君だ、学校に行くとバカになる、ロボットになるって、はい、ロボット。だから今、キャニオンさん、うん、あの登校拒否とかあるやん、で俺学校行かなくていいっつってる、学校行ったらロボットになる。違う、先生方にマインドコントロールされて、そうそうそう、自分 の, あ の, その新しい発想ができるなって。いやだから日本人口の 5% ぐらいは学校行かなくていいんじゃないって、行きたくない人もいるやん。だから 100% 行かなくても、まあ、9割行けば十分でしょ。な、関税求めても学校行ったらロボットになるから。確かに来た、こちゃん、ジャンさん、はい、今日もすごかったですね。いやあ、なんとだって今、はい、この毛ガニおじさん、はい、毛ガニおじさんすごいよ本当に。こうちゃんさんと、あ、これはうまとか、これはカルビタン、タン、うわすげえ。あ、置いといてください。はい、すいません。これも大丈夫ですね。美味しいね、高いね、うん、ありがとう。やっぱ美味しいね、キャニオンさん。今日キャニオンさん気づかれしたんじゃない、いろいろあって、うん、疲れた、いろんな人と会ったからね、今日。あー、まあ、鶏肉、鶏肉、これ鶏で、ミノ、これミノ、うまそうっすね。うわすごいね、やっぱりさ、こうちゃん、釣り人いい人ばっかだわ。あ、いいね、うん、俺今日感動した、そのシャーベットさんもさ、めっちゃ良くしてくれて。確かに、確かに、対応、対応はやっぱり、そうそうそう、ステッカーもらったもんね。ステッカーももらったしね。あ、あれちょっとぐだぐだ話して俺喋るもん、ね、やっぱさ、そういうファンサービスしっかりされてる人っていいじゃん、うん、いいね。結構塩対応だと、ちょっと、うん、シャーベットさんめっちゃ丁寧にお辞儀までしてくれて、なんか、登録者数が多いからって天狗になる人いるじゃないですか、ね、いる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 、いろんな人俺らも会わないよ、こんちゃん、そんな人マジで、うん、みんないい人で、いい人、いや、ほんとほんとに、いや、神です、そうそうそう、神なんだ。いや、俺ね、ジュリー YouTuber であって、はい、嫌な人一人もいないから、みんな好き、うん、すいません、そんな人いなかったっすでしょ、はい、うまい人ばっかでさ、はい、じゃあ、ユッケ食べて、これうまいんだよね、ユッケが、ユッケめちゃくちゃうまいです。あ、こうちゃん、ユッケ大好きなんです。ユッケ大好きなんです。桜に、バサシだよ。そうそう、これ今日もいただきます、これ。これでセールかつくね。いただきます。あ、これ。これうまいよ。これ変装してたんですか、サンドイッチ。いやー、キャノンさん、参加増えちゃって。いやありがとうございます。なんか今日改めて、キャノンさんの人気、しみれて。だってファンの人がいっぱいやってきちゃう。プロの人、キャノンさんみたいな人気やってきちゃう。呼ばれるファンだったら、うん、せいじさんって言ったの。ほんで、今日はどうでしたっけ、いや、今日釣れませんでしたっけ、船越さんでも釣れないのって言われたんだけど、バスプロが。だから結構さ、今バスプロが気が入りましたの技術盗んでるらしいで。あー、なんかそれで決まってきたのかな。うまいから、でもリアルに今日どうでしたっていうプロから声かけられるって、うん、相当注目されてますね。やっぱりバス釣り界で今トップじゃないですか。もうなりつつあるんですね。まあ、3本の指に入るかもしれない。そうか、ははははは、笑っとる。いや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 、いやすごいよ、やっぱ、うん、てか、本当にすごいですよ、あの、知名度が。あ、ありがとうございます。いや、美味しそう。もう食べたい。